こんんばはマサです、はい、今回は、まさりごと15こと目をやっていきたいと思います。えっとですね、マサラジっていうもう一つの、もう一つっていうか、まあ、やってるやつがあるんですが、まあ、それじゃなくて、マサりごとにする理由としては、まあ、特に何もありません。まあ、ただ、えっとですね、マサラジの場合、ちょっといろいろと、 編集やら何やらいろいろあるんで、まあ、こっちの方が簡単っていうか楽かなっていう感じなんで、ただこっちでやっておりますということです。で、今回はですね、えっと、今日、まあ今日かな、まあ今日ある意味、えっていう感じ思ったことあったんでやり、やりたいかなと思っています。まあ今日のみじゃなくて、まあ普通にちょくちょくなんかあったことなんですが、えっとですね、基本的に この YouTube というチャンネル、まずは46494でやってるんです。はい。まあ、普通に知ってると思うんですが、えっと、まさに46494っていうアカウントでやってるんですが、まあ、普通に音楽の方で今、仕事で行ってたりとか、えー、と学校に行ってる時やらで、まあ、特に YouTube これやってるからどうのこうのっていう話を全くしないんです。まあ、なんとなくなんですが、それは。なんか、アカウント的に、 まあ別に好きっていうか、あ、ちょっと面白いじゃんとか、なんか聞きたいなとか、あ、ちょっと面白そうだからや、ちょっと登録してみようっていう人にどんどんまあ普通に登録してもらって、まあ聞いてみたり見てほしいかなと思ってるんで、まあ何も言ってないんですが、まあ言われたらユースダンスでやっているんですが、まあちょっと今日ですね、学校で <laughs>、 まあ、全く知らない子ではないんだけど、えー、っと、何回だろう。ちょっと話したことがあるくらい。で、まあ、久しぶりに話した子がいて、普通になんか、え、ていうか、YouTube やってるよねって普通に言われて、え、どういうことだみたいな。別に言ってないんだけどな、っていう。この子に言ってないよな。え、なんで知ってるのみたいな。え、結構みんな知ってるよっていう返しが来たから、みんな知ってるってどういうことみたいなね。 そん,なそんな人数俺話してないよなっていうまあ普通に考えて一人に話すとその一人が3人ぐらいに話してその3人がまた3人に話してっていう感じになるとネズミ公方式的にみんなに広がっていくっていうそういう理屈なんですがまあまあねいや俺が思ってる以上にみんな知ってるっていうことがちょっと分かって今日まあ前々から気づいてはいたんだけど まあ、今日ちょっと <laughs> やっぱりそうなんだなみたいな。いや本当になんか一周したらしくてその子が。えっ、ー、とあそうなんだって知って少したってまた別の友達からえー、なんか「まさ4649音ってやってるんだって YouTube 出してるんだって」っていう話をまた違う友達からその,その子に知ら,れ知,ら知らされた知らされたっていうか聞いて。 なんか一周回ってきたみたみいなえ知ってるけどなんでまた一周回ってきたみたいなねそうそうそう,そういうのがあってどうなまあなんかすごいねなんかネットワークというかわからないけどまあ別にだからといってどういうこうではないんですが普通に何だろうね話したこともないあでもまあ普通なんだろうけどまあファンとかは別にさ俺のことをなんかあ面白いから見てみようとかさ崇拝してる人とか 普通にいるんだけど、まあ、音楽の方は別にいるし、まあ、こっちの方もいるしいろいろあるんですがなん、まあ、だろうねなんか本当にそれとは別にただ知っててなんつうのしあやってるでしょ知ってるでそれがなんか、まあ、別に好きとか嫌いとかじゃなくて知ってる人が俺をなんかやってるっていうことを 教えてないのに知ってるっていう人が目の前から通ってきてすってなんかなんつうのすれ違いざまで向こう知ってるけど俺知らないみたいなお前が知ってること知らないみたいな状況になってるんだなっていうことに今日気づいてなんかすげえっていう反面なんか怖っみたいな両方ともなんか出てきてなんかちょっと面白いような,なんか不思議な感じに陥りました今日 YouTube の。 件については、ね、まああと普通に今日まあ学校での卒業研究っていうものがありまして発表っていうのがありましてまあそれが終わって今少し落ち着きながら勝り事を取ってるんですがまあいろいろと疲れつつもまあなんかなんとかこうとかやっておりますあちなみにこの伸びしろありますちょっと気に入ってて <laughs> 気に入っててっていうか、これなんか、なんだろう、面白い。ってかお、なんつうの、俺っぽいから買ってって言われて <laughs>、まあ確かに俺っぽいわと思って <laughs> 買って取り付けてるんですが、筆箱です、これ。筆箱に缶バッチを付けてる感じです。まあ可愛いですね。モモンガ。モモンガ、てか、結構最近可愛いもの好きで、可愛いもの好きというか、こういう可愛いの好きで。 なんか、もらったりとか、もらっちゃったりなんかしちゃったりなんかしてとか、そういうのとかね。まあ、まあ、そんな感じです。はい。ということで、えっ、ー、と、まさりごと15コット目ですね。6分間、ちょっと、ずっと話してきましたが、BGM とか入れた方がいいよね。前々入れてないんだけど、まあ、入れた方が聞きやすいんじゃねって思ってるんで、まあ、まあ、ちょっと余裕があるんで、BGM 若干入れつつ、まあ、なんつうの、コオロギの音とか、 波の音とかそういう感じの音を追加しておきます。はい。ということで、まさりごと15個と目でした。まぁ、あ、まさりごともまさらじとかそういう系とかは、まあ不定期にやっていきたいと思います。あと、えっ、ー、と、新しい CD とか、そういう歌物系とかは、まあ随時配信というか、作ったら、まあ普通にブログとかお知らせとか、まあ iTunes とか出すんで、普通に。 まあ予約制とかそういうのをブログに貼っとくんでまあそういうのはまあ後々ですねまあ普通に忙しすぎるのでまあちょっと頻度が低くなりますがまあまあのらりぐらりとやっていきたいと思いますはいということでまさりごと15個とめでしたよろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いしますじゃあね